お願いします。絶対目から描くよ。鼻じゃない。あ、鼻かな。真ん中は鼻かな。やっぱでかすぎだな鼻。これ迷ったらダメなんだ。鼻ちょっと上すぎたな。これ黒に塗った方がいいんだよね。でかすぎた顔。絶対俺の方がうまい。耳とか描けんからだわ。あれさん、岡田さんのよく見てください。見てんのに下手くそすぎやろ。絶対俺の方がうまいけど。これセコなんだって角とか入ってへんもん。だから大きさミスったんだって。これはセンスなんすよ。よかった聖書じゃなくて。いや俺うまい方じゃない。あね、雰囲気はあるっすよ、うん、あ、これ練習か。ちょっとアップすぎましたかね。これやばいわ。これはひどい。難しい。では聖書いきますか。これうまいと思うんだけど。その感じでもうちょっとちっちゃく書いて角まで入ったらいいですね。では聖書お願いしていいですか。お願いします。あれでよかったら聖書もう一枚ちょうだい。大丈夫です。あれでよかったら聖書、じゃあ下書きだけ見せてもらっていいですか。で、自己採点お願いします。いや俺これ結構上手くできた。反対です。俺こっちはうまくできたの。帽子と角書いてないから。1回目書いて反省点とかありますか。ちょっとでかすぎたから。岡田さんは反省するところが分からない。一番やばいやつです。いや、おかしいのは分かってんねん。どう書いていいか分からない。もういい書いて。OK です。お願いします。行くぜ、俺もう。どんどん。やべ、またちょっとでかすぎる。本当に迷いないですね、足立さん。うん。迷っちゃダメなんで。T さん、めっちゃ迷ってますね、まだ。やっぱ耳入らんくなるな、俺。ダメだな。うん、耳なくなったな。角もないな。帽子がむずい。この B がむずいんだよ。B のこの途中でやめたいな。これでもできたんちゃうの？何点ですか、岡田さん。全力出し切った。100点ですか。自己採点。もう全力出したから。どうでしょう、1回目と比べて。全然進歩してるんですよ、1回目と比べて。いや、すごい進歩です。ちょっと誰か分からないけど。ええ加減さがいるね。面白い。自己採点は。いや、いいと思う。でもアップすぎるんだよな、なんか絶対。アンパンマン描けないでしょ。アンパンマン描かない。本当に、うん、あんな簡単なの。こう描いてやるな。ここからはもう特別編ということで、足立選手のアンパンマンの披露です。アンパンマンって丸やったっけ。鼻は丸やろ。俺いつも丸描いちゃうんだよな。もうだってアンパンマンもうアンパンマンやろ。いや、いつも俺大きくなっちゃうんだよな。なんでやろ。顔でか。顔でか。
ひどいわこれ。パンパンマンやでこれ。基本大きくなりがちってことですね、選手は。すいません、では完成品を見せていただいてありがとうございました。これ何になる？多分 T シャツとかになりますね。やめて。